なんかその国のさ、なんか文化ってもんがちょっと現れる気がするよね、ある程度。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回はこちらの何見てる？こちらのゲームやっていきたいと思います。何やらこちらのゲームですね、月を見る、見てお話をするゲームということで、結構気になったんで早速始めていきたいと思います。それでは早速始めからスタート。起動してくださって誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。プレイに先立ってまずは名前を入力してください。了解です。じゃあ今回はライ、こちらでやらせていただきます。それでは早速スタート。ライ様でよろしいですか？はい、お願いします。ありがとうございます。ではライ様、ゆったり楽しまれますように。 V、 ありがとうございます。じゃあやっていきましょう。昔々の物語。昔の物語なのか。夏の暑さはどこやら、月の綺麗な晩のこと、ぼんやり窓から眺めていたら、涼しい夜風に誘われたのか、いつしか出かけておりました。あー、なんかいいスタートだな。なんかほんと昔話って感じなのかな。じゃあどんな物語なんでしょうね。ちょっと、あ、なに、みんな見てんだ。へえ、いいね。お、なんだ、あ、俺この人が主人公。はい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 。あー、なるほど、結構いるね。じゃあ、え、相当人数いない？え、めっちゃ聞ける人多いんだけど、このおじいちゃんちょっと起点にしていくか。ただ話聞ける人いっぱいいるね。オッケー、こっちから話していきましょう。こんばんは。よく見えますか？お、何見てんだ？覗いてごらん。何が見えるんだ？お、月ですね。ウサギが持ちついてるやつだね。薬草を引くウサギ。え、中国。へえ、薬草を引いてるんだ。なるほど。ありがとうございました。なるほど、そういう感じか。どういたしまして。ありがとうございます。なるほど、そういう感じで世界各国の月の見方を見ていくってことかな。じゃあこっち行きましょう。こんばんは。よく見えますか？さあ何が見える？今度は覗いてごらん。お、これは日本じゃないか。餅をつくウサギ、日本。あー、やっぱ日本と中国はウサギなんだね。さあこの動物は何だ。何もない、何もないのかこいつは。何だったんだろうこいつは。さあこいつはどこのだ。アメリカかな。あ、カニだね。大きなハサミの髪、南米。あー、なるほど、いろいろあるんだな本当に。君はどこだろう。ヨーロッパあたりかな。本を読んでる少女かな。本を読むおばさん、北欧。ああ、やっぱヨーロッパとかあっちの方だね。いや、いいね。なんかちょっと、このタヌキは、このタヌキも何も喋れないか。何も喋れないね。何なんだこいつは。さ、この人は何が見える。ん、窓を見てる少女、月に住む少女、ロシア。なんかロマンチック。なるほど、少女が住んでるって考えてるのか、ロシアの人は。へえ、いいね。なんか面白いな、こうやって。この人はどこだろう。さあこれはシンデレラかな。なんだろう、銀の馬車に乗るセレーネ。セレーネ、ギリシャ。あ、ギリシャのね。へえ、面白い。セレーネっていうのがなんかどういう人物なのか分かんないけど、まあなんか面白いな。これはこの人どこだろうな。ライオン、アフリカとかかな。吠えるライオン、アラビア。アラビア、あー、アラブ首長国連邦みたいなとこだっけ。そこで合ってるかな。わかんないけど。よし。俺てっきり餅にしか見えなかったからな、今まで。面白いな、こうやって見ていくの。君は何これ、藁。あ、頭に持ってんのか、藁を。これ藁を担ぐ人、ドイツ。へえ、ドイツ。面白いな。なんかその国のさ、なんか文化ってもんがちょっと現れる気がするよね、ある程度。さ、これは君は何が見えるんだい。ワニ、ワニ。そのまんますぎた。南アメリカ。いいね。どこだろう、イギリスとかかな、この人。ん、女の人の横顔か、女性の横顔。東欧、東欧ってどこだ。あー、なるほど、ウクライナとかその辺りか。ブルガリアとか。はい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 、なるほどね、そういうとこになるのか。女性の横顔なんだ。あと2人だね多分ね。こんばんは、よく見えますか。さあ君はどこだ。あ、キツ、犬、ん、柴犬、どっちだ。犬、あ、モンゴル。あー、確かにモンゴルってそうだよね。なんか狩猟民族だっけ、なんて言うんだっけ、か、なんて言うんだっけ、なんかそういう遊牧民か、遊牧民としてなんかいてから、犬が常に隣にいたような感じなのかな、もしかしたら。オッケー、じゃあラスト1人だね、確かね。これですね。この人は何、カエル、ガマガエル。あ、中国でもなんかいろんな見方あるんだ。へえ、面白。これで全員かな、これで全員話しかけたね。あ、なんかエンディングいける。あ、なるほど、全員に話しかけ終わったから、この子に話しかければってことか。じゃあちょっとエンディングいきましょうか。エンディングいきましょう。何見てる。いやー、なんかいいね。なんかライン様ありがとうございます。アストンロバート様ありがとうございます。はい、というわけで今回はの何見てる、こちらのゲームやってきました。確かに月の見方ってなんかいろいろあるからね、なんかそういうの知れて面白かった普通に。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。